フジテレビの宮沢智アナウンサーが、7月5日に放送される文化放送の生特番、文化放送ライオンズナイタースペシャル。からフジテレビアナウンサー宮沢智初めてのラジオ、19時30分チルダ、でパーソナリティを務めることが決定した。宮沢智アナウンサー、C、フジテレビこれまで文化放送では、フジテレビの3、天ゆりかアナ、松村美代アナ、生野陽子アナがパーソナリティに挑戦してきた。今回、宮沢アナで4回目となる。番組では自ら選んだ曲をエピソードと共に紹介したり、プライベート面での話など、普段テレビではなかなか語られない、ラジオならではのトークが繰り広げられる予定。宮沢アナも、いつもより元の私でおしゃべりできたらと思っているので、聞いていく方が驚くようなところもあるかもしれません、とコメントを寄せている。また宮沢アナは、今回、先輩方からのバトンを受け取り、このような特番でラジオパーソナリティに初挑戦できることを大変嬉しく思っています、と語り、今は、何を話そう、どんな音楽を流そうと考えながら準備を進めているところです。サッカー W 杯も開幕し、日本中が熱くなっている最中、私も一戦必勝の気持ちで頑張ります、と抱負を述べた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。